令和2年2月7日、JAF 会員が選ぶ一押し道の駅グランプリ2019で、道の駅阿蘇が熊本県1位を獲得し、阿蘇市役所で表彰が行われました。これは、日本自動車連盟が情報誌と協賛し、2014年から開催しているもので、九州沖縄の87の道の駅を対象にアンケートを行い、ランキング形式で発表されます。熊本県への投票数1479票のうち433票を道の駅阿蘇が集め、4回目のグランプリを受賞しました。また九州沖縄地域においても5位の好成績を収め、アンケートでは景観やグルメ、復興に関わることなどの理由が多かったとのことです。表彰を受け、佐藤義興阿蘇市長は、熊本県で1位になれたことを誇りに思います。今後も環境を整え、皆様に安心して立ち寄っていただける道の駅にしていきますと、感謝の言葉を述べました。